の教えてゴジライエーイイエーイ。手動でしょ、これすごいですよ。冷えたり出たりしますからゴジラ今ブームじゃないですか。うん、面白かった。常にブームですけど、じゃあ人気のキャラだから ね、ゴジラゴジラよく聞くんですけど、うん、ゴジラのこと何も知らないんですよ。あ、意外って僕はあのタケさんのヒントをもにいっぱい起こしていくんですけど、ここに書いていく、これの話でここにタケが書いていく。そうです、なるほど。タケさんの説明が下手くそだったら僕の家も下手くそだったゴジラってね、はい、いっぱい作られてません？28本。え、28本もある？28本。ゴジラはあのゴリラとゴジラ反対、はい、とよく言われておりまして、まあそれはそうなんですね。東方の撮影所にいかついおじさんがいて、はい、その人のあだ名がゴジラだったらしくてあのもともとゴリラすっごいいかついから、いかついからあゴリラとクジラを合わせてゴジラさんって呼ばれてた人がいるらしくて、それを映画化するときに怪獣の名前にいただいた。ゴリラのように強くて、はい、クジラのようにでかい、巨大で強いっていうのがゴジラのイメージ。巨大ですよ。最初は 50m だったんで、はあ、ちょうどビルから顔が出る大きさに設定されてて、なるほど、街を歩くとゴジラの首だけが一番高いビルから、はあはあ、ビル越しに見えるっていう大きさが 50m だろうということで、はい、その大きさに設定されてて、だから上ぐらいがねこう見えてちょっとかっこいい絵面になるんじゃないかっていうね。肩から僕のちょっとあのあれに型があるんかしらなあ、もうどうもどうぞどうぞ。これどこがいや、以上これお腹隙間から出てきて、あ、そう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 ね、そういうことそういうことそういうこと、女子ーンってなってるね、背中になんかあのさなんか刺さってるみたいな、ゴリ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 背びれね、背びれ、あ、背びれが最初のゴジラはティラノサウルスがイメージされてたっぽいんだけど、恐竜なんですね。このトカゲにも見えたんですよね。うんうんうん、鱗っぽいじゃないですか、表面がね、はい、まあ、あれもいろんな話があって、あ、最初のデザインの段階では、はい、あの割れっぽい、あ、ゴツゴツした、あ、はいはい、あの表記だったんだけど、実際に撮影、一番最初のゴジラを作った時の撮影用の着ぐるみに人間が入ってて、はい、もっと細かいシワシワが体全体に寄ってるみたいな形になって、あ、ヘビロビドなんではないかっていう、あことを言う人もいて、もうゴジラってなんで出てきたかっていうと、はい、一番最初は海の底にいるいた太古の恐竜の生き残りが、はい、原爆実験で、はい、住処を追われて日本に上陸してきてしまうっていう感じで、海の生き物、そうああ、ほんでワニやったりとか原爆で、はいはい、住処を追われていたので、はい、もしかするとあの表現のザラザラはああやけどかもしれないっていうことを言ってもみたいな、これは明確に劇中でも言ってるんだけど、はい、ゴジラっていうのはあの体が放射線を出す、え、じゃあもう、え、歩いたところからもう地面がこうあの被爆してる一番最初のゴジラとか見ると、はい、もう扱いが完全に原爆と同じ扱いされててゴジラが、社会問題にちょっと当てられたような、そう、戦争の象徴として描かれてて、あ、でも人のせいで追いやられて出てきたんであれば、うんうん、で僕よく見ますけど、うん、こいつにミサイル当てたりとか人してますよね、うんうん、それで、ね、すごい、それが戦争やないかそういうことですね。じゃあ悲しい生き物なんですね、もう原爆だったよね、完全にゴジラが、はい、であの東京に上陸してくるんだけど、はい、力放射能を送って焼き尽くしていくんだけどこのアルプルートが実は P29 の東京空襲のルートと同じになっていて、逃げ遅れた親子とかが息子お父ちゃんのところに行くんだろうとか言ってたりとか、多分お父ちゃん戦争で死んでるんだなこれはみたいな、なるほどって言って、もうあのだから見終わった感想としてはホタルの墓とか、あこの子を残してとか、ああいうものに近いから、放射能の塊なので、はい、その一番最初のゴジラとかだと、ゴジラが海に帰った後に野戦病院みたいになって、あの被災者がね、病院に収容されてるシーンとかがあるんだけど、ゴジラのせいで、ゴジラのせいで、もう街がもうボロボロに焼かれて、
お母ちゃんが目の前で死んだ子供が泣いてたりとか、元気のない子供にお医者さんがガイガーカウンターを当てるとバリバリバリって反応して首を振ってどっかに行ってしまうとか、すごいね、これどうしたらいいの。災害として扱われてると思うんですかね。そこにじゃああんまりこう出現に理由がその統一した理由はないんですね。台風みたいに出てきちゃった、うわ日本に来るよ、海から来るよみたいな災害だったり、人間には結局よくわからないみたいなことの気がつくぐらいに出されたとすることが多くて、で敵の体重っていうのもそれぞれの事情で、存在していることが多くて、こちらは飛んでるやつですね。ガーッてガーッてガーッて、これがキャラクターになりましたね。でかいな。あれはもう完全に平和の使者なので。あれ、そうなんですか。あれが平和の使者なので。ロスラ。ロスラは絶対いいものだ。すごい、ちょっと、かなりの衝撃ですけど。ロスラは絶対的な平和の使者で、人類の調和の象徴とされているので、はい、言ってみるとゴジラの反対。実は。そう。ちょっと反省すぎてびっくりしました。ジャスティス。ジャスティス。あ、別に前後関係はありませんけど、それよりも、その三つ股の頭のね、キングギドラ、これ小学校の時ぐらい、なんか、すごいね、宣伝されてて、なんか、ゴジラがすごいのと戦うよみたいな。おぉ。相当なライバル的な、マリオで言ったらマリオみたいな。最初から、ゴジラのライバル、最大のライバルという形で設定されている怪獣なので、あ、やっぱりそんな感じなんですね。そうそうそう、宇宙から来た黄金の竜っていう、宇宙から来た黄金の竜、むちゃくちゃ強そう、むちゃくちゃ強いっていう。最初はだから宇宙から地球を滅ぼしにやってきた悪い竜っていう、モスラがね、だから正義の味方なので完全に、地球を守るためにゴジラとガドンを説得して一緒にキングギドラと戦う。説得できない。その分もね、やっぱゴジラ最大のライバルというか、もう戦うために生まれた竜なので、ことあるごとによくライバルしてきてる。俺が好きな映画の怪獣総攻撃っていうのは、これはゴジラが海から2本出るわけでザバザバ上がってくるんですけど、はい、このゴジラは実は戦争で死んだ人たちが海外で、はい、太平洋とかで、の怨念なんじゃないかみたいな描かれ方をされて、あ、もうゴジラがその象徴みたいな、ゴジラがブラッとここ熱線を描いたら、ゴジラが生き残るものって消えるっていう描写だったりとか、めちゃくちゃじゃないですか。昔から、はい、神社とかに祀られてた伝説の生き物みたいなのが言うんじゃないか、はい、牛鬼とか、はいはいはい、ああいうのに近い怪獣たち、はいはいはい、というのが日本では代々いたんじゃないかっていうことで、バラゴンとか、あ、モスラとかが出てきて、ゴジラをもう進撃を止めようとするっていう話があって、あ、もう大戦争、最後に出てくる竜がキングギドラ、もうモスラとかバラゴンとかいろんな、ね、ゴジラに勝てなさそうなモスラは本当に勝てないんだけど、この辺がちょっとちっちゃい、ちっちゃい、大きさがちっちゃかったりして、はい、勝てなさそうな怪獣たちがやられていくんだけども、キングギドラは最初に出てきたけど、ただの竜で、あ、首だけ出てきて、わ、一本しかなくて、え、次に出てきた時は首が三つ出てきて、あ、それなんですか。ポンッて電車を荒らした時に足が生えてて、あ、だんだん進化していくっていう。なるほど。バラゴンの魂、バラゴンがゴジラになって魂を吸収して、え、怖っ。バラゴンさんはモスラがやられちゃうんだけど、はい、モスラの魂と今度合体して、え、羽がポンって生えて、はい、空に飛び上がってキングギドラになるっていう描写があって、あ、羽を手に入れって言われてます。そこはね、ギドラギドラって言われてて、あ、羽が生えた時にキングギドラって、あ、なるほど、キングからしたそのギドラの時代もあったそれはちょっと面白いな。頭見てたし、ね、どうし、キングギドラやし、ちょっとキャラクター的にはゴジラより上ですけど、あ、もう明らかに、そうそう、要素的には、手首が3つ、顔が首が3つ、悪い顔してるんですか。あ、そうね、目、顔が悪そうに見える。そうですね、こんなに、だから、ああ、そう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 、ジュエル、ジュエルしてるから、アドリブでほんまに書いてます。
これでも火吹くんですか。火じゃないわ。火とね、謎の光線を出す。引力光線。重力が逆転して、地上にあるものが路面に吹き上がってきて、もうギザギザの雷みたいな。バシャバシャバシャ。あ、ほんまだわ。サンダーや。こうなってんすね。これが見つけもちゃもちゃですもん。発想的に。よくこんなもん動かそうと思ったら、昔だから、今なら CG でできるけど。ほんまですね。二十何人で、担当を決めて、翼担当、首担当、尻尾担当になるわぁ、ピアノスも作って、へぇ動かしてたんですよ。その時代のそういうさすがに、一回ちょっとタイムトラベルの映画で行ってみたいですね。そうそう、でも羽はね、なんかね、あの、なんだろう、コウモリとかではなくて、なんかこう、広い、広が広い、うわーって広がった。もう、すごいね、書いてもだもん。こちらへの広がり、広げてもらって、体がね、体はね、体は割と5時だと思ったえ、体は5時だと思ったそうだな、同じような。あ、そうっすか。割とちゃんとした、あの胴体があり、足が、あ、がっつりあり、みたいな。で、こちらもあるんですか。手はね、ない。手ないんですか。ちょっと、これなんか、こんな感じ。そして、尻尾は2本かな。え、こんな感じなんですね。こう、ちょっと足わかりませんけど、うんうん、ああでもそう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 、尻尾2本があって、日本があって、もうバケモンみたいな話ですよ。もう戦う思ったんだな。むちゃくちゃじゃない。これは正義の味方になったりとかもするので、その時の心強さというか、あ、確かに。どちら 50m だったことが多いけど、はい、金魚は 120m だったよ。え、これ2倍以上。2倍ぐらい。この間のテレビでね、ハリウッド版のアメリカが作るとやっぱりより健全な娯楽に不変がってる感じはすごくあって、あの、ただ放射能とかあまり言わないみたいな、原爆の絡みもあまり言わないみたいな。あ、まあ、なるほど。落としたのアメリカだからあんまり言えないみたいなところがすごい話だったアメリカではやっぱなるっていう話ですよね。今よくシンゴジラができましたね。あ、シンゴジラでまたね、こうな危ない扱いになってて、あ、そうなんですか。うん、原爆ではない。え、違うの。ネタバレ、ネタバレになって言っちゃうと、はい、原発。え、あんまり余計なことない。だからこそやるのか。原発だったり、あと個人の裏に学科に入れされてるところがあって、はぁはぁはぁ、そう、ゴジラが、ゴジラ、最初ゴジラじゃない。え、ゴジラじゃなかったら何なんですか。謎の海中生物が、あー、なんか海の中は海の中にいる、全然違う形で上陸してきて、またゴジラじゃないかな。はぁ、あ、ザバーって上がってこれが途中で進化していくっていう。あ、ゴジラになっていく。ゴジラになっていく。それは新ゴジラです。これをきっかけを与えたのは遺伝子工学っぽいことをしている人っぽいっていう。ああ、放射性物質を食べる生物を研究していたのを、どうも悪用したい、ゴジラを作ってっていう話で、これははっきりは描かれないんだけど、もしかするとその人混じってるっていう。なるほど。なんか怨念で、その怨念を感じたら自らゴジラに行って海洋生物とかもたりして。いや、ちょっと怖いな。でも新会社みたいな、それは。あ、うん、新しい会社のゴジラです。なんか、もうちょっとこう、楽しく聞ける話。割と重たい。重たい話でした。話でしたね。そうね、そうね。ゴジラ、実はね、娯楽映画としてもよくできてるんだけど、あ、実はそっち側が面白くている。そうだ、前にやるとするところで。なるほど。だから、これツアーですね。そうそうそう。まあ、大人だけ、みんな、馴染んだけ、使われるっていうのは、いい伝え方、そういうところが。そうですよね。ネットの場所は、すごい熱く見てますからね。いい映画ですけど、なんかこう、怨念が伝わってくる感じは。そういうことでしょ。ね、災害とか、めちゃくちゃな。勉強になりました。あ、よかったです。そこまでいいの。新聞じゃない、ちょっと見に行こうかな。触れます、これ。ゴジラ。ゴジラっぽい、ゴジラっぽい。これ、あれですよ。タケさんの、説明だけで書いてますから。すごい。いや、書いてるんだ。楽しい。うーん。いいね、できましたね。よし。
まだ気になることだったら、次回聞かせてもらって、ぜひぜひ皆さんも見に行きましょう。ありがとうございました。